はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。高島様、おしよし様、おまんに様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。総務省有権者会議、将来的にはスマホから受信料徴収、ふざけんなというわけで、 NHK 受信料ネット徴収反対デモを現在調整中であります。開催に向けてですね、都の事業やら渋谷区のイベントやらいろいろあって、開催が6月になってしまいました。梅雨が心配であります。タイトルこれで分かりやすいですよね。 NHK 受信料ネット徴収反対デモ、分かりますよね。徴収って分かりますよね。課金にすっかな分かりやすく、思ったんですけど、課金って聞くとなんか自分らがゲームに課金するように、自分らの意思でみたいな感じになってしまうので、徴収の方がいいのかな。このデモで、何が変わるっていうこともないんでしょうけど、少なくてもね、嫌がってる人間がいるんだ、これは抵抗がありそうだって、思わせる牽制にはなるかと思います。新型コロナが今日からただの風邪になりました。ただの風邪なので検査と治療は有料に、自宅隔離要請なし、近くの病院に行ける、マスク着用は自己判断でなど、が変わります。アクリル板も撤去されるんでしょうか。インフルエンザの時のですね、会社休め程度に、インフルエンザになってもですね、5日ぐらい会社休んだ方がいいですって言われますもんね。一般判断です。まだ山ほどワクチン余ってるんだっけ、余ってんだっけ、何兆円も買っちゃって、3年にわたる茶番がついに終了。バカはインフルにかかっても出勤するからな。空港のアルコールが撤去されてたな。熱が出ても病院行かない人増えそう。インフルの方が症状きつそう。通行人の感じだといきなりマスク外す人は少数、慣れちゃったですもんね。コロナ陽性だったが解熱剤しか出なかった、投稿多数ありました。まあそんなもんですね。鍋焼きうどん食べて市販の風邪薬飲んで暖かくして寝るっていう、これに尽きるということで、茂木自民幹事長、少子化対策の財源に増税や社会保険料値上げは考えていない。加藤厚労大臣、年金や医療に使うお金を少子化対策に充てるのは正直言って余地がない。福祉予算は現在でも余裕なくて、もういっぱいいっぱいです。他に回す分なんかねえですってことなんでしょうかね。一般判断です。観測気球かな。保険料では無理だからやっぱり増税ってなりそう。内閣と党で調整せずに各々発信してんのかな。だったら国債でやればいいだろう。国債っていうのは、まあ、将来のための少子化対策ですから、それもありかなーなんて、私は思います。でもなんか怪しいな。福祉は福祉で余裕ないから少子化対策増税っていうことに誘導してねえか。専業主婦撲滅運動の男女共同参画、ことごとくやめればすぐに財源できんのにね。金かけてまで女性働かそうとすんなよな。したらね、労働力の供給過剰で男の給料も下がっちゃうんですよ。下がっちゃうんですよ。正社員のポストが100あって、全員男ね、雇用したら、夫婦100組生まれる可能性があるじゃん。50人50人、男女50人50人で採用したら、夫婦は50組しか、生まれないんですよね。まあそういう理屈でね。男女共同参画事業やめろって10兆円もかけて、そしたらお金も余るしなね、無理やり女性を働かそうとすんな。でね、花嫁修行っていう言葉はすっかりなくなっちゃいましたけれども、それ復活させてですね、まあ花嫁修行中、堂々と言えるような世の中に、なれば、あ、お嬢さんなのね、あそこの娘さんは、花嫁修行中で働かなくても暮らしていけるお嬢さんなのね、むしろ威張れるっていう風にした方がいいよ。天下りと黄金チューチューが福
雑に絡み合ってて、もう手もつけられないのかな、男女共同参画ね、政権与党が長かった自民党が一番利権持ってると思われますよ、コラボは共産党と関係が深かったって知ってますけれども、共産党だけじゃなくて自民党も関係が深い団体いっぱいあるんでしょ。一番がん細胞も我が身のうち、思い切って切れねえのが、いう話ね、橋本徹は嘘つきで嫌いなんですけれども、府知事時代の抗菌中中撲滅は見事でした、利権と全く関わりないものにしか利権退治はできないんだな。新たに利権作ろうとして大阪都構想はしつこかったですけどね、どうして有効な少子化対策が取れないのか、答え有権者が望んでないから、じゃないかなと私思っております。全くの試験ですけどね、将来の日本の未来より自分の年金や医療福祉の方が大問題ですしね、あと消費税とかさ、全人口の4割が65歳以上になっております今、有権者だけだったら、そっから17歳までの人たち抜くから5割が65歳以上なのでは、有権者の5割は65歳以上という状態なのでは今、この方々はすでに子育て終わっているか孫までいるとか子はいないとかが確定してますもんね。なんであんまり関心持てないと、息子さん娘さんの結婚を促進するような政策には関心出るかもしれないですね。今年1、3月の特殊詐欺被害額は93億円。もちろんこれ表に出てるだけで、本当はもっと多いんでしょうね。中には騙されてることに気がつかない人も結構いるんじゃないかなって思いますけれども、前年度より3割増し、27.9% 増加したそうであります。新手口の紹介。高齢者施設に入居する権利を買わないか。これを断ったですね。権利の名義貸しのトラブルになったんで、解決金をよこせって言われるんで払っちゃう。なんで勝手に声かけて断ったら金払わなくちゃならねえ、不思議ですよね。でも騙されちゃうんだな。皆さんはもうこんなお話にはご注意ください。施設に、入居する権利を金で買えますよっていう電話ね、一般判断です。四半期で93億、1年で400億円か、すごいな、警察の広報がすごいのにまだ騙されるなんて。金持ちリストが行政から流出してるから、詐欺より強盗の増え方が異常、そうなんだ、強盗増えてんだ、おっかないっすね。騙される人は何でもでも騙されるそうで、キャバクラにハマるおっさんやホストにハマる小娘、パチンコで借金作る主婦とかと同じような人らなんだろうかな。何回も騙されちゃう人ね、こういう人ら学会も共産党も狙ってでしょうね。騙しやすいんですね。騙される人らを何とかできないなら、利益に見合わないリスクを作るしかないんじゃないか、私思います。現状詐欺罪の最高刑って懲役10年なんですよ。これを20年にするとかね、重くすんの。詐欺は見合わねえな、量刑が重くて、もし捕まったら20年すやだよなって思わせることができれば減るんではないか、つうかそれしかないんではって思いますけども、都知事選の公約として都民を詐欺ったら判決とは別の条例罰を加算する、罰金とか、これ可能なのかな。判決、刑法の刑事事件の判決に自治体が加算すること可能なんだろうか、まだ調査してません。教えて、詳しい人。難民申請は2回まで。入管法改正案がですね、明日9日可決成立の見込みであります。なぜか杉並区で入管法改正反対デモ開催。多くの人に見てもらいたいんだったらですね、銀座コースとか、まあ、有楽町通るね、新宿コースとかあるだろうになぜ杉並区、中核派の本部の前進者があるからですかね。デモ参加呼びかけ、入管法改定案、5月9日の衆院本会議採決前にギャンギャン騒いで廃案に向けて1万人大行動を緊急開催します。ギャンギャン騒いで何とかしようとする姿勢はまさに論より大声嫌がらせ、民主主義完全否定と、1万人大行動、参加者3500人が参加したそうです。赤旗、主催者発表によると1200人が集まった。一般反応、1200人動員は大変でしたね。主催者発表で1200ってことは120ぐらいか。100人いないだろう。
反対は立憲、共産、令和、社民、賛成はそれ以外で、勝負はついておりますがな、こんなもん争点だと誰も思ってないわ、まあ、日本人は無関心ですよね、関係ねえね、改正が嫌ならデモで騒がず選挙で勝てばいいのにね、外国人のためばっかりギャンギャン騒いで有権者イコール日本人のために少しも働かねえから一向に支持率上がんないですね、立憲、共産、社民、令和は、多くの日本人はこの問題に無関係で無関心ですけれども、少しも関係ねえもんね、むしろ永遠に難民申請繰り返して滞在してられるのは治安が心配ですよ、しょっちゅう捕まってますよ現に、多くの日本人にとってむしろ迷惑なんだが、難民申請繰り返してるやつの半数が前科者だっちゅうしね、デモには立憲の石川大我参議院議員、共産の本村信子衆議院議員、パヨ活動で有名な、これなんて読むんだろうね、なんとか弁護士、指宿弁護士っていうのかな、それとも四塾って読むのかな、ちょっと変わった名前ですよね、ウシウマ、妹などが参加したそうであります、草の者さんから画像をもらいました、こちらですね、令和も参加してないで、これは総係の面々ですね、総係の面々、多分文と高田健と菱山直子八王子とかもいたんじゃないのかな、立憲共産令和の特殊野党は本当に日本人のために働かないなって感心しております、手作りプラカ入管はサトシを知れっていうのがあった、しかもこれが間違ってることに気がつかず自分で撮って自分でツイートしてたんですね、外国人にとってまあ漢字は難しいですね一般判断です、これは恥ずかしい、お前らが恥を知れパヨバカバカ、ポケモン好きなの、国葬植えめろを思い出す、周囲は誰も指摘しなかったのか、参加者全員同じカテゴリーの人らだもん、隠す多いのは難しいですね、これ見て入管法改正は必要だと確信した、日本人でこれだと相当恥ずかしい、まさにお前らが恥を知れですね、パヨバカバカ、もしくは外国人の動員と、外国人の政治活動は禁止だわんな、堂々と考えてるけど、国葬植えめろとかさ、まあまあ誰も指摘しねえんだから周囲もこのレベルってことですね、つまりものすごいバカあか、外国人っていう感じですかね、というわけで、日本から書くとメール党員さん大募集であります、動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください、日本改革党ご支援ください、よろしくお願いします、デトックスジャパン。